廊下長くない？廊下じゃないんよこれ。電車長くないですか？釣り革低くないですか？マネのマネ。電光掲示板細くないですか？やりたい放題っすよ、こんだけ素材あったら。プレゼントのメタルスクラップ。じゃあ俺ももらっとこうかな。なんか言ってる。俺ももらっとこうかな、メタルスクラップ。ちょうだい、ちょうだいメタルスクラップ。誰の真似だよね。おいしい。ふざけんな。分かってるってことは似てるってことよ。似てないよ。カルビちゃんあげるよ、メタルスクラップ。ありがとう。黙れよ。話しすぎ。うわぁ、前捨てしてる。なかなかの問題児だね、君。これはしてやられたわ。すえー、せめえ。この問題児構成させるわ。踏まえだ。てー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 。踏まえだ。話していい年頃じゃないだろ。お前らストリートファイター6はそんな簡単なもんじゃねえんだよ。お前ら1ラウンド取ってくらいで勝った気になるじゃん。レッツ。あと38よ。マジで？でかすぎ。お風呂いただき、はい、感謝忘れずに。ありがとうと。似てねえて。何も似とらんやろか、それ。俺の真似だったんかい、それ。真似やったんかい、そういうことか。イッヒ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 ッ。そうだよ、いつも真似されてるからさ。そういうことか。動いて、動けー。助けて、なんで動いてくんだろ。じわじわ殺されてく。ポケを、父さん、父さん、父さん、なんでエヴァに乗れとか言うんだよ。エヴァ乗れねえわ、むずすぎ。材料手に入れた。材料を発見。わーい、うん、材料を見つけた。わーい。これパスファインダーの真似。えー、似てない。シンジ君。ねえ、似てる？ねえ、似てる、似てる。やった。めちゃくちゃ似てる。あんなパスファインダーもんのモノマネ熱量低かったのに。自信出た。一番自信あるやつできたな、今。声めっちゃでかかったしな、それだけ。やっぱ自信の分だけ声量も上がんだ。無意識で。あ、普通盛り、波盛りです。波盛り。 波って人によって違うよ。私、航海士の波。すごいね、そのなんかさ、新しい、おそらく新しい引き出しなのにさ、マジでこれ開けるのに1ミリの躊躇もないの、マジで。もう似てると疑わない。尊敬する、本当に尊敬する。なんか何が入ってるか分かんない引き出しが、それさ、そーっと開けるのにさ、バーッて開ける。すごい瞬間だった。なんかさ、私一回やってみたい配信があってさ、誰かの声真似をずっとしながらやりたい。なんかはな、春崎エアルさんがやってたっけ、なんかずっと誰かのモノマネしながら夜勤事件やるみたいなやつ。あ、野良猫のモノマネしようかな。委員長さんは私のことが好きなんだよね。委員長さんは私のことが好きだから、配信もいっぱい見てるらしいですよ。諸星キラリやって。あんずちゃん、あんずちゃん、うん、わあんずちゃん、これでね、岩を叩き割ることができるんだね。キラリ、岩を叩き割るなんてことできるわけないよ。そんなことないんだよ、アンザちゃん。リンゴを食べた後にスコップを握るとこうやってモリモリ力が湧いてくるんだね。あー、すごいや、キラリ、本当にそんなことできるんだね。ほぼゴロリとワクワクさんのやりとりみたいな感じになっちゃった。ジライアとツナデ様とあのヘビの人、あそこの3人組好きです。
あ、そう、優勝していくわね、の人。優勝していくわね。今日は日清のどん兵衛、鴨だしそば、旨味たっぷり鶏つくねで優勝していくとするわね。はい、江戸店。あら、やだ。ネギが汁を吸って美味しそうじゃない。エビの天ぷらを千円札。エビの天ぷらを鴨だしそばのスープに千円札。笑ってできてる。はい、エビ天。ほこつだよ。はい、お前いたとに知らないの。知らない。嘘だ。嘘だ。僕ね、領域展開しか知らないよ、ちなみに。マジか。こんにちは。こんにちは。五条なにと申します。五条先生、領域展開について教えてください。それはな、それはな、それはな、それは早く早く早く、自分が、はい、はい、頑張るしかないよ。私は最強だから。先生、それじゃ分かんないですよね。かゆんはなんか言わない。いやね、僕ね、ジュース見たことないから、まだそんな見たことないの。ジジイ、ジジイです。博士冬木です。実験大好き女子高生、博士冬木です。冬木好きだな、このファイティングテレビねえ、ファイティング、うん、似てない。似てるよ。実験大好き女子高生、博士冬木です。見てた電波探知機。てれれれってれー。え、わさびっぽかった、嘘。のび太くん、ドラえもん、のび太くん、僕、ドラえもん。誰だよ。のび太くんに信じてもらえない。エルさん、ちょっとちょっと。エルはドラえもんじゃなーい。僕はこの若葉シューターを使っていいんだ。最終回。なんかの最終回。なんかの最終回。曖昧。僕は若葉シューターを使って。おめでとう。なんでそれやるときだけ声量上がるんですか。声量ないとできない、このモノマネは。ちょっとできないんだ。勢いないとできないモノマネなんだ。あ、そうか。なんだろうな。劇的に似てるとかじゃないんだけど。なんか好きなんだよ。確かに、似てるだろ。一番似てるか。似てるって言え。私のモノマネの中で一番似てる。失礼だな。失礼だよ。エルちゃんのナミさんぐらい。何？